新潟県立村松高等学校は新潟県五線市村松に所在する県立高等学校。通称は松高。1911年、旧正村松中学校として開校。レンガ作りの正門は本校創立以前の1903年に新潟県立工業学校時代に建築されたものである。門中のレンガの礎石法が大きい方の2本はイギリス積み。 小さい方の一本はフランス積みと積み方が異なる点が珍しい。前提の赤松と共に本校を代表する象徴として親しまれており、登録有形文化財に登録されている。1911年に旧西新潟県立村松中学校として創立した。一時柴田中学校の文校となるが、すぐに再び独立。戦後の学生改革により、 新潟県立村松高等学校となった。一方、1915年に開校した村松町立女子工芸学校は、1921年には町立実家高等女学校となり、戦後の学生改革で町立村松女子高等学校となったが、1949年に村松高校に併合された。なお、村松中学の設立以前、村松町には、 新潟県立工業学校があったが、これは1911年に長岡へ移転した伝統校である。村松高等学校村松女子高等学校1、甘ねく照らす天津日の光を浴びて、年々に伸びてしやまぬ、若松の時はの思想や仇学と我らの、あるところ迷路の脇みなぎれりに、三代辻実に清純に新種の世紀脇溢れ文化の、 花の咲くところ希望は常に輝ける道に、我らを進ましむつとめなん、いざもろともにベースボールマガジン社関連目次賞は28年軍部の、高校が初めて制した夏の大会、新潟南高校村松高校 ISBN45 億8303万4091。ありがとうございます。